はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、すごい久しぶりになりましたが、断捨離もやっていこうと思います。はい、ということで、結構私のあの断捨離企画がすごく好評でですね、私もちょこちょこ普通にプライベートにというか断捨離はしてはいるんですけど、まだまだちょっとね、あちらとかすごい真面目になってたりするんですけど、まだまだちょっとスッキリしきれていないということで、結構みんなからもまた断捨離もしやるときあったら動画撮ってほしいですってお声をいただいたりしてたので、今日は断捨離の動画を撮っていこうと思います。結構今日私気合入ってるので、前まで私すごいあの優柔不断だったし断捨離できないタイプだったんですけど、最近割とノリに乗ってる気がするのでそうできるんじゃないかなって私は思ってます。今日はしっかりやっていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速断捨離をやっていきたいと思います。一旦ちょっとデニムは、ここもほとんどデニムなんですけど、一旦ちょっとこのデニムは後でやるとして、このタンスからやっていこうと思います。ここには結構夏物のキャミソールとかがいっぱいあるんですけど、今からこれを分けていきます。で、分けたものはこの袋に入れていこうと思います。ちなみに今回なんですけど、もうすぐね、私のお母さんがこっちに来るんですよ。車で来てくれるっぽいので、その時にお洋服を、今までこう断捨離したやつもあったりするんですけど、まとめて全部ちょっとリサイクルショップとかに持っていこうかなと思って、フリマもずっとやりたいんですけど、ちょっとまだやる機会がないということで、とりあえずどん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 家に溜まっていっちゃうので、お母さんが来たタイミングで車とかがあったら多分持っていけると思うので、今回は断捨離をしていこうかなって思いました。じゃあ早速ここのゾーンからやっていきたいと思います。ここら辺はこれから着れるものがたくさんあるんですけど、でも毎年毎年やっぱ新しくこの本気のものをゲットしたりするので、ちょっと思い切ってやっていかないとどんどん溜まっていっちゃうから思って、どうやってやってたっけ私断捨離なんかこんな感じだったっけ。一回全部出すのか、下に一回全部出そう。上からの画角でこれでやっていきます。よし、これは結構だいぶ前から持ってるけど、すごいお気に入りのベストなので、この辺もまだ着るかな。これも最近ゲットしたタンクトップなので着ますね。これはあんまりちょっと出番がないので、これはさらばします。ありがとう。これは私もマースディーゼルのタンク、私やっぱ夏はほとんどタンクトップ袖なしなので、結構タンクトップあるんで、これもまだ着るかな。これは何回か着たんですけど、ちょっとちっちゃめなので、新しく最近ホルダーネックゲットしたので、これはおさらばします。ありがとう。これはめっちゃずっと前からあるんですけど、あんまり着てないし、去年も多分着てない気がするので、おさらばします。ありがとう。これもあんまり着てないですね。やっぱ結構似たものが多いからな、そこをちょっとちゃんと整理していきたい。これももう着ないか、結構ずっとあるんですけど、あんまり着る機会がないので、おさらばします。ありがとう。はい、ということで、まず1段目こんな感じで整理できました。結構いっぱいあるんですけど、前まで割とこれ隙間なかったんですけど、多少はできたかな。バッグの中はこんな感じです。結構いっぱい断捨離できました。はい、では次2段目ですね。この辺はね、ちょっとね、だんだん開かなくなってくるんですよね、引き出しが取ってやっていきますか。よいしょ。ここら辺はT シャツかな。 T シャツがメインにあります。私 T シャツはね、すごい集めちゃう癖があるんですよね。取っておけばいつか着るなみたいな、あと部屋着とかできたりとかするから、結構取っておいちゃう癖があるんですよね。だからね、ここら辺は断捨離が難しい気がしてきましたありがとう。ちょっとカメラの充電が切れちゃったんですけど、今3段目がこんな感じで終わりました。2段目の T シャツもちょっと開けれました、スペース。よし、じゃあ次4段目いきたいと思います。結構いい調子でできてる気がする。なん
かやっぱ夏物とかはこれから着れるからあれなんですけど、冬物とかはもう過ぎたから結構断捨離しやすいかも。やっぱなんか違う季節によるのがいいかもですね。私はもう衣替えとかせずにずっとおきっぱなのであれなんですけど、衣替えとかするタイミングで断捨離するのもいいかもって思いました。みんなお洋服ってどうやって収納してるの？なんか私畳んでこうやって入れてるけど、これがベストのやり方なのか分かんなくなってきました。これはもう着ないか、ずっと取ってあるんですけど、あんまり着る機会がなかったので、これもちょっとさらばします。これはあんま着てないので、これをさらばします。結構袋が重たくなってきました、すでに。ありがとう。やっぱ白とかってちょっと汚れが目立ったりするから、そういうものは、まあ、処分っていう感じになってくるかな。まあ、これ断捨離あるあるだと思うんですけど、断捨離できない人あるあるか、なんかやっぱご洋服見てるとなんかいろんなコーディネートが浮かんでくるんです。あ、こうやって着たら可愛いかもとか、なんかそういうのが浮かんできて、なかなかこう断捨離しきれないっていうのがあるんですよね。こうやって着たら可愛いからまだ着れるかもみたいな感じで取っておこうって思っちゃうんですよ。これ多分できない人あるあるだと思う。断捨離得意な人は何を基準に決めてるんだろうな。でもなんかよくあれ言っていますよね、ときめくときめかないの。またもしこの商品が売っていたら買う買わないみたいなことなのかな。でも私の場合は買う買わないとかじゃなくて、あったら着る、あったら着ないって思っちゃうからいけないんだろうな、きっと。反省。詰め込みすぎて引き出しの中でぐちゃぐちゃになっちゃってんだよな。畳んで入れてたはずなのにいっぱい詰め込みすぎて気づいたらぐちゃぐちゃになってる。よし、でもだいぶここまで来た気がするぞ。はい、じゃあこっちのタンス今終わったので、次こっちのタンスやっていきたいと思います。こっちは結構ねニット系が入ってますね。冬物はがっつりなんですけど、断捨離やっていこう。よし、もう結構この一袋目がパンパンになってきました。よし、ニット系ってすごいかさばりません？みんなどうやって収納してるんだ。これはしないか。ありがとう、ありがとう。なんか跡がついてた気がする。この一個は結構いった気がするので、そろそろおさらばしようかな。ありがとう。よいしょ、やばい、もう一袋目がパンパンになりました。じゃん、じゃあちょっと袋を変えてきます。はい。変えても同じ袋なんですけどね。そう、私去年いつだっけ、あれいつかの福袋で間違えて同じ福袋を3つずつ頼んだんですよ。計6個来て2個頼んだはずなのに、動画にもしたので、それもよかったら見てみてください。マジでなんかびっくりした、本当に手違いでなんか6個届いて、えみたいな。こんなどでかい段ボールが2個届いて、えみたいな。こんなでっかい段ボールで来るんだと思ったら、同じのが3つずつ入ってました。まさかの。びっくりしたな、あれは。だから同じ袋がいっぱいあるんですよ。みんなも注文するときは注意深くちゃんと確認してくださいね。断捨離ってなんか無言で黙々とやってしまうから、あんまり話すことがないんだけど、大丈夫かなこの動画。ただ断捨離してるところを流すだけでも大丈夫かな。一番最後にそのどんだけ断捨離できたかは一応袋でお見せしようとは思ってるんですけど、はい、ということでタンスゾーンが終わったので、次この中のスウェットとか軽めのアウターが入ってるところやっていきたいと思います。これは着ないかな、ショート丈のジャケットなんですけど、あんまり着る機会がなかったので、これはおさらばします。ありがとう。こう見ると私はジャケットが多いですね、圧倒的に。可愛いんだよな、ジャケットは。ちょっと熱くなってきた、ちょっと熱くなってきたので脱ぎます。これもあんまり着てないので、このチェックのジャケットはおさらばします。ありがとう、可愛いんだけどね。よし、アウターはちょっと整理しました。もうちょっとやりたいけど、本当はやっぱ今からってか今着れるものが結構あって、あ、これ着るかもみたいな思っちゃいますね。どうして紐は下に
あるスウェットたちなんですけれど、スウェットはやっぱ部屋着としても着れちゃうっていうのがあれなんですよ。なんか普通に外で着なくなったら部屋着として着れるみたいな感じで思っちゃうんで残しちゃうんですけど、頑張ります。奥にもねこれ実は入ってるんですよ、いっぱい。こんな感じでめっちゃぎっしり詰まっちゃってます。よいしょ。2袋目がもうパンパンになってきました。よし、2袋目もパンパンになったということで、このスウェットゾーンも、まあ、まだいっぱいはあるんですけどだいぶ整理ができました。はい、ということで次ここのゾーンをやっていきたいと思います。ここは他のがワンピースとかシャツとかそういうのをかかってるんですけど、ここもね結構満パンなんですよ。前にここちょっと断捨離したのでそんなにいっぱいはないと思うんですけど、でも着ないかな。シャツ結構前からあるんですけどそんなに着る機会がないのでこれはさらばします。ありがとう。結構白シャツがいっぱいあるので白シャツをちょっと整理していきたいと思います。でも着ないかな。ありがとう。でもお別れします。ありがとう。よし、まずはこんな感じかな。結構断捨離できました。はい、ということででは鬼門のこちらのデニムゾーンですね。大量にあるんですよ。まだかけれてないのが本当もう20本近く多分あるので、さすがにここに全部収められるぐらいまでは断捨離したいななんて思ってるんですけど、ちょっとできるかわかんない。デニムは本当に私の制服と言っても過言ではないでもちょっと頑張ってやっていきます。よし、ちょっと厳しめにやっていこう。多分またどうせ可愛いデニム見つけたら買っちゃうのでちょっと厳しめにやっていきます。いやでも待ってよ、待ってくれ待ってくれ。あ、これはもういいかな。あんまり履けれてないので、裾がねめっちゃ可愛いんだけど、これはおさらばします。ありがとう。これはすごい気に入ってるパンツなんだけどちょっと汚れちゃってるのでこれもおさらばします。ありがとう。これめっちゃ履いたな。これね悩みどころ、これ結構ね本当どのぐらいだ、中学生とか知らないか、高校かなぐらいの時に履いてたやつなんだけど、また今ダメージデニムが流行り始めていて履けちゃうんですよね。でもこれ丈がねちょっと短いんだよな。でも色とかはめっちゃ好きなんだよね。ちょっと待って、どうしよう急に口数増えるやんっていう感じなんですけど、うわー、いやでもそうだよね。後ろも可愛いんだよね、ハートになってて。うわ、ちょっと待って、これどうしよう。一回ステイ、一回ちょっとステイさせて。これはこれはあんまり履いてないのでこれはお別れします。ありがとう。これもあんまり履いていないのでお別れします。ありがとう。まあ新しいデニムとの出会いだと思って、別れは出会い。これはあんまり履いていないのでこれはお別れします。ありがとう。よしよし、いいぞ。これはあんまり履いてないのでお別れします。ありがとう。これもねめっちゃ可愛いんですけどあんまり履けてないのでこれもお別れします。ありがとう。これもなあんま履けてないな。いやでも可愛いんだよな。あ、ほんとダメだ、私ダメですね。合わせるとコーディネートとかがバッて浮かんできちゃって取っておきたくなってしまう。これはあんまり履けてないので、いやでも待って、これ履くな。ちょっと待って。いやいや、いかん。ほんといかん。これあんま履けてないか。グラデーションのデニム。でも可愛いんだよな。可愛いな。ちょっと待って。このまま履くじゃん。履くよね。ほんとに履く？履くんだよ。ほんとに。ああ、どうしよう。いやけど誰にもそんな何個減らせとか言われてないんですけど、やっぱ自分との葛藤ですよね。減らした気持ちはあるんですけど、多分またどうせ新しい可愛いデニムがあったら買っちゃうので、私。これは多分履かないな。これはサラバしよう。ありがとう。これももう結構履いたので履かないです。ありがとう。これは履きたい。これも履く。あ、こっち
ちょっとさらばしようか。これめっちゃ形綺麗なんですけどね。形綺麗なんですよこれ。いやでもちょっとさすがにさらばしよう。ありがとう、ありがとう本当に。これあんまり履けてないのでこれはさらばしたいと思います。ありがとう。あんま上げてないか。これはちょっとさらばしたいと思います。ありがとう。まあ待って、全然なんか想像よりできませんでした。でも一応この袋はパンパンにはなった何もビジュ変わってないやんっていうね。だいぶ断捨離したつもりなんですけどね。これでもこっちにはあるのでこれを一回かけていこう。もう出ちゃってる分もいや待って、私こんな持ってたんだ出る。ちょっと待って、やばい、やばいかな。やばいね、やばいよね。あーこれ好きなやつ、最近やつした好きなやつ。そろそろ空きがなくなってきました。メモリーカードの空きもなくなってきましたやばい、終わっちゃったこれが。もうついになくなってしまった。あ、まだあったまあどうしよう。あとでもまだかけれてないデニムが13本ぐらいあります。もう一回見ましょう。もう一回ちょ、最終決戦ワンチャンス、もう一回ちょ見てみますね。いやでも何回見てもかわいいものはかわいいです。かわいいとかでやっぱ決めちゃいけないっていうのわかるんですけど、そうだよね。まあでもこれ確かに正直本当に履けてはいない、履けてはいないんだけど、でもうさらばしよう。ありがとう。葛藤だ。でもうさらば、さらばこれもしかして、ちょっと待って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 。一回冷静に。冷静に見てる人からするとすごい気持ち悪いですよね。断捨離するならせえよって思ってると思うんですけど、これがリアルなのです。私の一旦ちょっとデニムはこのぐらいで勘弁してくださいこれでちょっと一回蓋しまって、でもこんだけ結構満パンで、さっきタンスが一個空いたところがあるので残りのデニムはそこにちょっと入れさせていただきます。自分のものなんですけど別に、一旦ちょっとこれでデニムゾーンは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで見た目だけじゃそんなに伝わらないかもしれないんですけど断捨離やっていきました。私の中では、まあ、結構たくさん断捨離できたかなっていう風に思ってます。だいぶスッキリして引き出しもちゃんと閉まるようになったし、そう前までなんか引っかかって閉まらなかったりとかあったんですけど、ちゃんと閉まるようになったし、ちょっと空きができた引き出しとかもあるので、だいぶスッキリはこれでもした方ですまあでもどんだけスッキリしたかっていうのをちょっとみんなに見てもらおうと思うので、ちょっと部屋を移動して断捨離したお洋服たちを、お袋をね、みんなにお見せしてみようかなと思います。はい、ということでこんな感じで全6袋ですね。1,2,3,4,5,6 袋断捨離できました。これはもうお母さんが来た時に一緒に持っていってもらおうと思います。やばいですね、2人でこんなに大量な量を持っていくのは大変ですが、でもこういう時にしか持っていけないので、なかなか何回かね、私もリサイクルショップ持ってったりとかしてるんですけど、その時はもうタクシー呼んでタクシーで行くみたいな感じでいつもやってました。でもこの量はちょっとタクシーでも一人だとさすがに無理なので、お母さんが来る前に断捨離をして一緒に持って行ってもらおうと思って、結構スッキリしました。気分的にはまだまだ私の家はお洋服で溢れ返ってはいるんですけれども、だいぶ整理はできたんじゃないかなと思います。新年度にもなったし、結構前ですけど1ヶ月ぐらい経ってますけど、新年度にもなったのでいい機会に断捨離できたかなと思います。みんなどうかな、スッキリしたかな。なんか本当に断捨離してるともう集中してやってしまって黙々とやっちゃうから、なんか大丈夫だったかな、見事だったかわからないんですけど、一緒になんかスッキリしていただいたりとか、私も断捨離しようって思ってもらえるきっかけになったら嬉しいです。そしてこの6袋に及ぶお洋服たち、本当にありがとうございました。新しい方の元へ行ってもらって、たくさんまた来ていただけたら私も嬉しいなって思います。
います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。